ははいいいそれではですね問い14を解説したいと思いますものづくりにおいてはロボット等の製造,製造設備間の IT の活用によるつながる仕組みとそのセキュリティの実現が求められている日本でも一般社団法人日本ロボット工業会がオリンを策定して推進している最新版はオリン2である。 これに関する記述として最も適切なものはどれかということでまあ、こういう選択肢がありましたねで、この選択肢で正しいのはこちら A になりますね。正直ですねこの説問もですねまあすごく特定分野の詳細な知識について質問してますのでこれも対応は難しい説問ではないかなと思いますまあ、中小企業診断士こういうのも出るんです で、えー、まず「あ」なんですけども、まあ、これは正しい文章なのでもうこういうもんだと覚えてくださいね「オリンツは CAO を利用して多様な制御装置や製造設備各社アプリケーションを相互に接続するものだということですね。でこちら「えー、オリンツはソフトウェアとハードウェアの標準化仕様であるこれはですね標準化仕様ではなくてミドルウェアですねオリンツはミドルウェアになります。 だからコネクターと呼ばれるインターフェースが制御装置のメーカー固有インターフェースを変換するのでうんぬんかんぬんとこれはですねコネクターではなくてプロバイダーと呼ばれますプロバイダーと呼ばれるインターフェースが製造装置のメーカー固有のインターフェースを変換します、まあ、やることはねそのまま利用できるうんぬんは合ってるんですけどもコネクターーでではなくてプロバイダーですそして通信プロトコルはソープを利用するではなくて HTTP が利用されるんですね。 なので、まあ、個別のこういう文章がですねそれぞれ異なるところあるんですけれども、まあ、これも本当に、えー、細かいとこ聞いてくるのでななななかかか対応は難しいいいんじゃないかなと思います、まあえー、この説問でですね、まあ、こういうもんだっていうことをちょっと覚えておいていただいて、まあ、あとはこういうものも出るんだぞということですね、はい。というわけで今回は、まあ、ロ,ボットのロボットのつながる仕組みというんですかね織り、まあ、についてでした。